ハロー。はい、こんにちは。今日は、あの人、いないんですよ。いや、いないかな、もう、いないんでしょ。あの、前回の放送で、女の子言ってたから、今日女の子、女子アナでしょ。最高だろ。あいつ、なんかいいんだよ。俺からしたら。ここがでも女と来る場所だよね。全然は女だ。完全女だよね。俺だってお前あれだよ、綺麗な女子アナとロケしたい。おい、いいじゃん。どういうのやるで俺やってるよ。何、どういうこと。俺もお前いい思いできるよ。どういうのやるよ。誰に言ってたお前、そんな若い人は。こんなのお前喧嘩食べてから一応お前おっさんとお前女子アナとあいついたら邪魔してくんだろ。普通にな、恋したいのに。あ、恋したい。今日恋したい。今日恋したいから。恋したいっつか、まあそういう感じだね。いらないよ、あいつは。で、ちょっと呼んでるんで。はい。あ、来ました。おはようございます。おはようございます。竹山です、よろしくお願いします。いやー、どうした、照れるな。照れますマッコーさんに呼ばれて、車だけ用意したという話しか聞いてないんですけども。最高です。でマッコイさんが向こうに呼んでくれたってこと。そう、マッコイさんが呼んでくれて、で今日俺行かないからって言って車を貸してくれたんですよ。2人であのちっちゃい車、最高じゃん。チョロキュー、チョロキューが今日はよく見えんな、だったら。一日よろしくお願いします。なんか行きたいところとかあるんですか。じゃあ普通にもうあのあいつと一緒にどこ行ってもつまんないけど、こんな可愛い子とだったら別どこでも行ってもいい、何もいらない。海も最高じゃん、ほら。綺麗に見えるもんな、今日、本当に。綺麗ですね、でも、はい。アビマ TV、感謝っすね。いいね。どうぞどうぞ。はい、お邪魔します。本当にデートみたい。え、超いいよ。はい。じゃあもう普通に俺、タッキーって呼ぶね。あ、全然、なんて呼ぶの。俺は、アッシー。アッシーで、うん、アッシータッキーで。てか、あの、マスク取ってよ、はい、なんか恥ずかしいんですけど。かわいすぎる。じゃあ、うん、うるせえな、お前。うるせえな、お前。いやふざけんなよお前、デート二人っきりの話だろ今日は。お前うるせえんだよお前。なんつったお前今、何がって聞いてたけど、何、誰がアッシーだバカよ。お前ふざけん、気持ち悪い。何がお前タッキーって呼んでいいんだ。お前タッキーだろ。そのお前その気になってんじゃねえの。タッキーだろお前。お前うるせえ。いねえと思うんだろお前。ふざけんなよこの野郎。女子アナとやりたいな。ロケをね、ロケをね。お前、お前連れてるな、お前。ちょっと待って、味付けはどうせ気持ち悪いことやってんだと思ったんだよ。うるせえな。もう一回見てみっか、お前タッキーって呼んでる。気持ち悪い。じゃあもう普通に俺、はい、タッキーって呼ぶね。あ、全然、なんて呼ぶの。俺は、アッシー。アッシーで、うん、帰ろうかな、俺も帰るわ。気持ち悪い、そんな気持ち悪いんだよ。言うなよ、タッキーだろ。お前はさ、ほんとバカだな、お前は。ふざけてるわ、本当に。俺いなくてお前、ちょっとお前安心したよ、お前。安心したっていうか、最高じゃん、この車って思って、いつもバカしてたけど。すいませんね、タッキー。いやいや、デートするためにこの車買ったんだろ。何がだよ。この車よく俺とゆだりの生きてるけど、ほんとは違うことデートする。お前ね、バカか、お前。50過ぎて、お前、デートするために車買うって、お前、頭おかしいだろ。降りろお前、まずお前後ろ乗れよお前。すいませんね、竹山。バカで、あいつ。いや、びっくりしました。びっくりもないもん、まあ、何だよ、何だよ、何だよ。気持ち悪いんだよお前。お前さ、あいつまだ言ってるさ。タッキーにもタッキーって言うんだ、何が悪いんだよ。なんだお前その靴、お前今日女子アナ来るからって。今日は違う、普通にいつもジャージだけど、いつもは
あの朝起きれないからあちあち来るけど、今日は普通に気持ちよかった朝あ、今日撮影かみたいな、よっしゃ頑張るかって言ったらこういうもつもになったけど、別に女子アナが来るから今日はジャージ来たわけじゃない、あ、来なかったわけじゃないから。話投げんだよお前照れ隠しで喋ってんじゃないよお前ドア様からタッキーってお前あいつなんだよマジで。お前とお前女子アナ二人きりするわけねえだろお前セクターさんがバカお前みたいなのは混ぜるな危険みたいな確かにね、今までだって俺女子アナとロケ一緒になったことないもん。調子乗るなお前、調子乗ってないタッキーとか言いやがってお前俺だったらアカネちゃんって呼ぶよお前自分の名前言おうとしてんじゃねえよこの野郎何がお前アカネちゃんだよお前これやら何気持ち悪いこと言ってたわ。何がアカネちゃんだよお前タッキーの方が まだマシだよな。タッキーの方がまだマシ。タッキーっていうのが恥ずかしかったかってなんでお前俺攻撃してきてるの。お前ドア玉からやってんだよお前ドア玉から今日滑っちゃってよかわいそうだよアカネちゃんがもうロケ終わりだろあかねちゃん乗ろ、あかねちゃん乗ってね。何お前エスコートしてるの、そんなことしねえだろいつも前乗ってね、あかねちゃんは乗れお前俺、どっかに乗るの後ろだよ、バカじゃあ行くぞお願いします。お前シートベルトしろよ、バカ野郎。シートベルトするけどよなあ、なんでお前らの子供みたいになってんのそのだったらお前タッキーも裏乗せろよ今日会ったばっかりだろ女の子を後ろ乗せろとかお前なんちゅう口の利き方してんだっつうんだよ怖いだろ竹山さんだってそんなこと言ったら。竹山さんもタッキーも今こうやってビービー言われてるより横に来て話した方があの縮まるんじゃん。グイグイ来られてもね徐々に進めたいですね。そうですよね。ちょっとお前知らねえのかキカコジさん。知らないけどキカコジさんのモニカだよ俺今。知らないけど結構それ音楽届く時に音使う歌かな俺ら。お前高校の時の名曲だぞお前知らないですか。私も知らなかった。だからタッキーは俺と年近いからね。そうなんですよ、一緒みたいなもんだからね。何聴いてらっしゃるんですか。ドライブとかだと、はい、なんオレンジレンジとか世代じゃないですか多分。世代です。小学校の時よく聴いてましたね。絶対これ昭和だろ。もうこの前奏でわかるわ。前奏も。マジだけど今日ドライブってこと。それ前の番組も見たけど、まあ、谷村新司のことお前アンチか。谷村新司アンチだろ。俺谷村お前最初の時はアフィレボードの時お前谷村新司って言った時はさ、お前
谷村新司さん俺たちの時代だったらもうすごい人だよとか言ったくせにお前最終的にはお前なんか馬鹿してるよな。全然してないよお前谷村新司さん。なめてんだろ。似てるって言ってるだけだよ俺は。ふざけやがってもと今日よう喋るねあれ。うん、すごいですね。緊張してんだよ。あ、そうなんですか。そう、おしゃべりさんなのかなと思ってたのか。ね、怖い怖い怖いね。どうですか格闘家っていうのは。でもあのたまにお仕事させてもらうことがあるので、はい、かっこいいなと思いますけどね。あ、はい、どの選手がかっこいいと思う。やっぱタケル選手。あ、タケル選手とか。そうですね。ですよね。試合見させてもらった時は思いました。かっこいいですか。かっこよかったですね。あとはどんな選手かっこよかった。村越さん。まあ、一句言うけどよ。あ、一句言うけどよ。お前、俺以外の話してんじゃねえよ。なあ、お前、格闘家、お前、今俺しかいねえだろ。なんだお前、格闘家、お前、タケルだ、お前、村越だ、お前、どっちもいいだろ。何を言ってんだ、お前。今、とりあえず、お前。ふざけんな。滝山さんが、お前、ちゃちゃ入れんじゃねえよな。格闘技をやって、ね、仕事やった時にかっこいいなって思った選手を言ってるだけじゃないかな。そうじゃないよ。芦澤選手の、試合は見たことあります？見たことあります。それありますよ。え、どうでした？勝った試合を見てかっこよかったですね。今となんかちょっとイメージ違います。そうですね、はい、ちょっと会う前は怖いなとずっと思ってたので、なんか怒られたりしたらどうしようと思ってました。俺は女の子なんか怒らないよ。本当ですか？こんな可愛い子怒ったらバカだろ。あれだもんね、だって念願、俺の念願を叶えてくれたんだもんね、前のロケの時に。何が？お、女子アナとやりたいな、そのロケをね、ロケをね、ロケをね。ごめんなさい、ね、変態おやじ、この野郎。バカだよ。変態おやじじゃねえか、お前。なんでお前、捨ててんな、お前。言葉の選び方がさ、ごめんなさいね。お前、俺はピュアだから普通に別にやりたいなって、それはお前今の流れからやったら、ロケをやりたいだけだろ。なんで下品な、もう本当に。下品な野郎だな、お前、この野郎。無理だ、この人間。かわいそう、本当に。何がかわいそうだ。何がごめんなさいね、ストレートでこいつ。びっくりしました。何を言ってんだよ、お前。本当にお前っていけない太陽だな。俺は知ってるよ。お前、本当いけない太陽だよ、お前って。本当ひどいね。いけない。本当にダメだよね。なんかすいませんね、こんな男二人の旅番組。いやーびっくりです。なんかこうやってなんか男の人二人とは一緒にお出かけなんてないので。あ、本当ですか？ないですね。3人とかはなんか初めてです。竹山さんはお生まれはどちらですか？関西です。関西のどちら？兵庫県の尼崎なんですよ。ああ、結構とか芦澤さんみたいなタイプの人多いですよね。多かったです、周り。あの大学はどちらの？まあ、関学です。うわ、関西学院大学。アメフトの強い。あ、そうです、そうです。あ、そうなんですね。はい。え、何部に所属されてたんですか？関西文学部で。あ、じゃあ文学が。はい、日本文学学んでました。日本文学ってどういったことを学ぶんですか？なんかあの昔の、まあ、簡単に言うと古典みたいな。古典。はい。おお、ね。例えばあの千利休の。ああ、まあ、そ大きく言うとそんな感じです。あの茶室のあのだからなんていうか平家物みたいな。ああ、そうです、そうです。国語系が得意だったので、そういうのを勉強しようと思って。レテンとか昔の昔のなんかレテン昔の言葉の読み方みたいな。ああ、なるほどなるほど。はい、あの漢字がこうずらーっと連なってる。だったらよく京都 の、 あの国際美術館とか博物館ありますよね。はい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 、あそこによく展示とかそういうのされてる時あるじゃないですか。へー、ああいうの見に行ったりしないんですか？行ってなかったですね。今やってますよ。あ、そうなんですか？京都でですか？京都にやってますね。関西帰ったら行ってみます。あ、ぜひちょっと、うん、近いですね。近いです、実家から近いですね。実家が兵庫なんですよね。兵庫なので、京都はよく行ってました。そうですか。そうなんですよ。なので、関西で。で
あの尼崎って言ったらダウンタウンさんですね。そうなんです。なんかお笑いが結構好きで、あ、お笑い好きなんですか。お笑いめちゃめちゃ好きです。誰好きなんですか。これ私よくあの漫才劇場に通ってて、大学生の時、はい、その時はアインシュタインさんとかミキさんとか、霜降り明星さんとかがまだ劇場立ってる時に、そこから見に行ってたんですか。見に行ってました。今あの吉本の劇場とか見に行かれないですか。はい、今あのでもたまに新宿ルミネは行きます。あ、本当にお笑い好きなんですね。めちゃめちゃ好きです。そうなんですよ。もう今でもアナウンサーの仕事は慣れましたか。はい、慣れてきたと思います。4年目なので今。あ、どんな番組やられてるんですか。今は競輪番組とかボートレースとか。じゃあ詳しくなったんじゃないですか。詳しくなりました。そういう公営ギャンブルに当てたことあります。あります。あの満車券とか。やられますか競輪とか。僕はですね、この間初めて競馬やりましたね。あ、そうなんですか。はい、当たりました。当てましたね。え、すごい。10万とかありましたね。すごい。はい、まあ、でも本当その時にね、滝山さんと会ってたらなんかご馳走してあげたんだけどね。惜しかったよ。投資さん情けないな。入っちゃった。今日キャンプ、キャンプとかちょっとさせたいなと思って。楽しそう。しないですよね、キャンプって。あんまりしてないですね。でも興味あります、すごい。あります。めちゃくちゃあります。今日天気良くて良かったですね。そうですね、しかもあったかいから。でも晴れ女なんじゃないですか。晴れ女なのかもしれない。多分晴れ女だな。あったかいし、秋山さんって晴れ女みたいな顔してますもん。本当ですか。どんな顔だろう。してます、してます。キャンプ日和ですね。キャンプ日和ですよ。こんなの雨だったらどうしようかなと思っちゃって。本当ですね。ちょっと着きましたね。ちょっとなんか買っていきましょうか。あのキャンプですから。はいはい。好きなものあります。お肉大好きです。あ、お肉ですか。はい、じゃあちょっと行きましょう。マウント取りやがってな。お前ふざけたこと言ってんじゃん。俺ぐらいで聞いてたけどよ、まあ、キャバクラのおっさんだぞ。お前口説き方とかなんかこう喋ってることとか、何お前当たり前のことを言ってるだけだな。アホなこと言ってんじゃねえよお前。俺のこと、俺ただお前アナウンサーさんだからいろいろ自分の知ってるお前が雑学で喋っただけで、お前な全然話入ってこないなと思ってたんだ俺。いや、つまんねえなと思って。自分のこと情けないってこと言ってさ、ちょっとさ、なんか男にあんなこと言わねえくて、お前なんか言ってかっこ悪いぞ、やめろ。あ、うるせえな、お前これ野郎。そうだ、お前見てたぞ。お前、ヒゲだけ整えてんの。お前、ざけんなよ。俺はぶっちゃけ、口説きたいのかなってマジで思ってて、口説きたいから、だったら俺邪魔しない方がいいなって思って、普通に俺も黙ってたけど、あ、そんな感じじゃねえだったらやるよ、ちゃんと。どの世界でお前50過ぎて子供も2人いんのに、お前20代後半のお前女子アナ口説こうとしてロケ来るディレクターいるんだよ。いや、俺そう見えたからな、俺はな。やからだろお前そんな。俺はそう見えたからな。待って、口説いてるかと思ってた。すいません、本当にこいつバカで。すいません。大丈夫ですか。さん、すいません。あ、全然。牛好きです。美味しそう。ステーキは大好きです。いいですね、楽しい楽しい。楽しく喋りました。おしゃべりさせてもらって。
食べたいもんどうぞ。あ、いいんですか。なんだろう、キャンプですもんね。お野菜とかですか。なんか野菜ゲストいるから、ゲストはだから野菜、お野菜でしょ。野菜、ピーマンとか焼けますか。滝山さんは何かを作れるんですか。はい、ハンバーグですもんね。あんまり料理しないんですよね。しないんですか。そうなんですよ。じゃあもう料理できる男はいいですね。あ、いいですね、めちゃくちゃ。スって言いました。料理できる男好きです。結構できるよね、普通に。お前絶対やったらできる。何野菜炒めとか。野菜炒めとか。すごいやつは無理だよ。また付き合ってんだろ。なんか好きなんだろう。ちょっとタイプだろ。タイプ。俺も今日はよ、アシストするから。ご飯でも作ろうか。石澤さんはね、作ろうかな、だったら絶対ね、料理うまいんですよ。あ、そうなんですか。格闘家ってやっぱ自分で生きていくから。確かに、体のこと考えるから。肉詰めピーマンできるって言ったもんね。え、すごい。あとなんか焼きそばでも作る。焼きそばいいですね。あ、焼きそば好きですか。大好きです。やっぱこう、あれだもんな、石澤も練習終わったら自分で食べるかな。体作りからね。あ、するんですね。そうです。すごいんですよ、あれ。あ、そうなんですか。こう見えても焼きそば好きなんですか。大好きです。で、あと肉詰めやるんだっけ。え、すごい。すごいな。なんか味付けは大丈夫。味付けいいの。いや、味付けはだから必要だよね。味付けはタッキー。バカなき言ってんじゃん。こっち来い、こっち来い。まあいい加減ふざけんなよ。ふざけんなよ、やれよお前。何をバカみたいなこと言い出すんだよ。味付けは滝山さんじゃねえんだよ。お前よくそんなこと言うな、お前。バカ。すいません、滝山さん。大丈夫ですか。いや、全然ちょっと味の問題で。辛口が好き。辛口。甘口。辛口の方が好きですね。フルーツを買ってきますわ。どうするの。フルーツ好き。あ、大好きですね。大好き。いちご食べたい。何がいいですか、いちご。ゆうべに。ゆうべに高いやつですよね。あ、高いんですか。確か。じゃあこれにしますか。一番立派なの食わしちゃった方がいいだろ。誰と食うかだろ。とどまったらいいちご食わしちゃった方がいいだろ。店員さん、いちごちょっと一番いいのくださいよ。お姉さん、これいくらぐらいするもんですか。これは480円。こっちは250円。これはこの辺の地元のいちご。甘いのこれかな。これだろ。これは地元のどんぐりみたいなやつだって。どんぐりじゃないよね。俺がこんな美味しさがあるよね、この大地で。なんでどんぐり。何がどんぐりだよね。こんな立派なやつがね。その辺のやつでしょ、だってこれ。その辺ってそっから取ってきたわけじゃないよ。そんなわけじゃないよね。違うよ。ちゃんと農家がちゃんと商品としてあれして、だから安いね。あって、ほら、不揃いだからね。じゃあ今食べてみる。秋山さんに食べたい。そう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 。一応大きいの食べな。やった、嬉しい。一応好きなんですか。大好きです。食べなって。お前一応大きいのが一個だけあったからさ。まずは若干顔の熟気取りになってくるの。一応大きいの食べてくださいだ。食べなってなんだお前。いや、言ったけどや、なんで俺食べ口聞いちゃいけねえんだよ。音楽で結婚式みたいな。こっち来いよ。なんでここ、こんなこういう音楽流れてどんぐり食べて。ちょっとね、俺だとほら、おっさんのいちご。これ開けていいって言ってないよね。それはね、そこまではサービスできないよね。買う。お姉さん、買う、これ。どうぞ。いただきます。食べてください。それは一個。どうですか。めっちゃ美味しいな、ほら。でも、いちごうまいな、お姉さん。これ、いいね。これ、うまいね。しまってんじゃないよ。何やってんだよお前。なんで下手しまってんだよ。
やだーやだよね、マジでお前マジでそんなんってお前俺の気持ち的にするのか、下手下手なんでドッキリしてねえ、竹山さん、いや、ちょっと嫌ですね、やだよ、さっきよ、トッキーと俺お前いい感じさせてくれると思ってんだ、お前俺と離れてるからさ、お前言ったけど、お前があまりにもお前下駄持って帰ろうとしたらバカみたいなことやってるから突っ込まなきゃどうしようもねえだろ、あれ俺逃れてたらお前多分気持ち悪いんだよ、あれ愛か、愛だよ、そうそう、しっかりしろよお前白菜を使わない。お値段いくらでしたっけ？7282。今日はもう俺払ってるけど。これでも20個カードだな。あ、持ってきた？あ、いいね。成長したな。成長したじゃん。ね。すいません。バイオルスカードしか持ってこなかった。秋山さんって料理、はい、あれしないんですね。あんまりしないんですよね。外食か、あとお弁当か。しっかりですね。でもあの芦沢君はあの料理得意なんですよ、はい、意外だったんですけど、これはやっぱ納豆家なんで、弁当のものばっかり食ってるって言ったけど、ほんと添加物が入ってるから体に悪いんですよ、あれは。あ、そこまでやっぱ考えるんですね。タッキーは標準語なの？標準語に戻った？標準語にしました。足なんだよ、はい、秋山さんね、タッキーじゃなくて、はい、いいだろ、もうタッキーね、滝山さんね、じゃねえんだよでもこれ冗談抜きで、女の面積ないからあんま喋れねえよ。芦沢流星のドキドキクッキングもうアナウンサーと俺が釣り合わない、これどういうことだよ。普通にずっと一緒にいて好きになったから付き合ってください。Thank you.